桜です。さあ、引き続きメールを読んでいきたいと思います。はい。ラジオネーム、お団子年せんべい組、そばまんじゅうさんからです。ありがとうございます。もうじょの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近、ウェブで公開された小田ちゃんのソロインタビューで、後輩にも羨ましさや嫉妬を感じますと話し、その対象として北川さんの名前を挙げていました。うん、言いました。本当に嬉しかったです。そこで、北川さん、山崎さんは、羨ましい、または嫉妬を感じるハロプロメンバーがいたら教えていただきたいです。小田さんは自分の言葉を持っているから、ソロインタビューの読み応えがあるんですよね。うん、それでは、ごめんね、遊ばせ。ごめんね、遊ばせ。はい。ごめん、遊ばせなんだけどね、歌詞は。そうなんです。ごめん、遊ばせ。そう、これ初公開じゃない。そんなことないか。ライブで出てるか。ごめん、遊ばせ。ごめんね、遊ばせって出てる。そうなんです。はい。みーちゃん。なりたい顔はいっぱいいて。いっぱいいるね。さっきまでいない。そうそうそう。思い浮かんだのね。牧野さんと、上國料さんとか、あと、米村きららちゃん、田代すみれちゃん、あとめ、岡村みなみちゃんも好き。あと誰だろうな。あと誰だろうな。あ、井上さん。あ、上村さんも好き。あ、もうなんかいろんな人の顔になりたいですね。なんか一日でいいからアンパンマンみたいに。新しい、めいちゃん新しい顔よ。やりたいです。なってみたい。いいよね。私は、マジで上國料さんになりたい。すべて、すべて、なりたいって感じですね。顔もなりたいし、声もなりたいし、なんか、華奢さにもなりたいし。それはさ、ちょっと怖い話みたいになるんだけどさ、萌えちゃんがいる上で萌えちゃんになりたいのか、世界で一人の萌えちゃんになりたいのか。世界で一人。絶対世界で一人。だってあの顔になれたら可愛くてチヤホヤされる。絶対。そうだね。だって、上國料さん二人いたら、上國料さん、現上國料さん。現上國料さん。上國料さんと、では、上國料さんと、北川上國料さんがいたとしたら、それは比較対象になっちゃう。この子も、この上國料さんも可愛いけど、北川上國料さんも可愛いってなっちゃうじゃないですか。私は海国寮萌えになりたいんですよ、もう。うんうんうん。もう、になりたいから。うん。世界で一人になりたい。ああ。世界で一人が一番の価値だと思うの、結局。はい。だから、リオちゃんは今が一番価値があると思うし、メイも今が一番価値があると思う。そう思ってて。ね。はい。私も。だって、他の人になりたい。リオちゃんみたいな人いないんだよ、この世に。あ、いや、別にいなくていいです、この人。ダメだよ。いないんだよ。いなくていいよ、本当に。いや、もうマジで、羨ましいんですよね。いや、なんか。だから自分が一人の上國料さんになったら、あの可愛い状態で世界に一人なんですよ。あ、そうね。いいじゃないですか。でももういるから、世界に一人の上國料思いが。だからそこを羨んでる時点で、だから、上國料さんのここと、誰のここと、誰のこことを組み合わせたハイブリッド人間が来てもらうってなったらナンバーワンだと思うんだけど、上國料さんだけを求めては、その、偽上國料思い。なるからね。だって、可愛いんですもん。ハロコンとかの時に会った時、ね、朝挨拶した時に、本当にすっぴんですかって。ね。うん。任せよ。はい。萌えちゃんに。そうですね。もう萌えちゃんに任せよ。逆に私になったらちょっと、手抜くんじゃない？まあ、可愛いし。こんだけ可愛いから。なっちゃうかも。うん。別に今のまんまで努力がした方がいい。うん。いや、てか世界に一人の北川梨央が一番いいに決まってるじゃん。世界で一人で山崎めい、かっけえ。すごい、かっけえ。かっけえ。まあ、そんなこと言ってるけど、私はめちゃめちゃ人に嫉妬するから。うん。そう。だからね、雑誌でもなんか、先輩が後輩に嫉妬するのって意外なのかな？なのかもねっていうリアクションもよくされるから、うん、確かに先輩に憧れるべきなのかなとは思うけど、別に後輩に憧れたっていいじゃんね。羨ましいなって思う人はみんないる。今ここにハロメン全員並んでたら一人ずつ言えるよ。あなたのここが羨ましい、あなたのここが羨ましい、一人ずつ言える。すごい。そう、けど大事にしてほしい。だから、そこを、っていう話。頑張ります。はい。なんだっけ、世界に一人。世界に一人の山崎芽衣です。世界に一人の山崎芽衣だよね。すごい。自己紹介いけたじゃん。そうだよ。はい、確かに。そうだよ。いいな。もともと特別なオンリーワンってさ、はい、ちっちゃい時から歌ってたじゃん。うん、マジ真意だと思う。うん、大人になって、うん、そうだなって。確かに。ナンバーワンにならな、もうここまで歌詞いっちゃった。そう、ならなくてもいい。
ってめっちゃ今になって、うん、あそれなってわかる、はい、もう羨みがちだから世界に一つだけの山崎芽衣そう世界に一つだけの北川梨央もともと特別なお庭もともと特別なメイ、うん、本当にそうもともと特別な山崎メイともともと特別な北川梨央だよねキャッチコピーできた面白い面白いって面白い結構いい話してたいい話です、ね、面白かったね皆さんたくさんのメッセージありがとうございましたそれではエンディングです。